はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、開港謎の9人の男女極みようこそジョースター編、通称幼女ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。もう本当にね、今さら、本当に今さらの攻略動画なので、備忘録として、ご覧になってください。ステータスはね、ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーアブドゥル、ファイアボムのアブドゥルです。点数と愛をつけています。点数は本当はいらないんですけどね。そしてアタッカーのジョウスケですね。勇気、壁コン、ディメンションアタックをつけています。そして育成枠オインゴですね、愛をつけています。そしてチャカ、喧嘩と愛をつけています。そしてフレンドのウンドゥールを迎えてます。では参りましょう。ユニークドライブをねつけてみようかなとか思ったんですけど、つけなくても大丈夫な感じなので、もうディメンションだけでやっちゃおうと思います。壁コンつけてるのはね、やっぱり攻撃力は上がった方がいいので。はい、増援はですね、フレンドのウンドゥールに任せます。そっちの方が早いのでね、速さを追求しようと思ったらウンドゥールの方が速いかもしれないですね。おっと、ジョータラはちょっとうざいですね。やっぱりもうカットインカットが実装されてるので、まあどうってことはないんですよね。ちょっとの差だとは思うんですが、まあ個人的にはウンドゥールの方が早いんじゃないかなとか思ってます。はいはい、クリアしました。もうなんてことはないですね。終わっちゃいました。早いですね。無事攻略できたので、これで動画を終了したいと思います。最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。また別の動画でお会いすることを楽しみにしております。ではラサバタイ。